どうも魔界闘士です。今週は番外編ですよ。まずは、ハイジャックミッションでドライバーを狙撃できるのか？やっぱり、ドライバー。爆発しろ。なんかシーザーがポリスと喧嘩してますね。次はシーザーが乗り込んだ後に何かできるかやってみる。目を凝らしてみると動きがあることがわかります。シーザーが助手席に乗ってます。狙撃できたみたい。しかし、特に面白いというわけでもなかったけど。次、相変わらず、ヘリの運転手を狙撃したい。ヘリの運転手を狙撃できればヘリを奪えるかも。なんて考えている。まあ防弾だろうね。畜生めを得仕掛けるやつ、冒険シーンから。Oh, look here, gun. Idiotic mammal.You evolved from shrews. 爆弾はどこでもいいみたい。No problem.効果なかっただろう。こんなクリアもあるみたい。飛行機のオブジェクトに弾丸が当たると飛行機は爆破しますが、自殺しよう。撃つと同時に落ちる。前の方をカットしてしまったのであれですが、爆弾なしでクリアできるみたい。飛行機の上に一瞬乗りました。奪うのは無理。最後のチャレンジ、相手も苦しいけど、こっちも苦しいけど、相手も苦しいんだ。やったぜ。検証はここまでです。なかなか変なプレイできそうなミッションがないんですよね。
最後がバイクスクールです。原付でマックスターンやってみようと思ったことあるんですけど、できませんでしたね。というか、右手でブレーキとアクセル同時にやるの。横視点にして、なるべくど真ん中に止めましょう。GTA シリーズおなじみの謎の推進力。ボーナスはバイク3種類です。いらんわ。自首します。捕まってしまったので、今週はこれで終了にします。